はようございます。釣り子 TV です。この小さな袋の中に、ちょっとね、バス釣りで使おうと思ったね、小物をね、買いに行こうと思ったら、あれもこれも惜しくてね、気がついたらね、5000円分ぐらい買っていたんですけども、上州屋さんっていうことで、じゃあね、早速何を買ったかね、開けてご紹介していきたいと思いますね。冬のお買い物っていうことで、ババババババーン。はい。こんな感じでね、ちょっといろいろ買ってみたんですけども、まあ、どんな感じでね、使おうかなーなんていうことでね、ご紹介していければなーなんていうふうに思うんですけども、結構ね、見慣れないパッケージもね、多いんじゃないかなと思って、まあ、これなんかはね、ガマカツのセオライズの、これの細いね、軸のやつはね、よく使っているんですけども、ちょっとね、太めのやつですね、ワイドギャップのヘビーの1番っていうことで、小型でフッ素加工で、そんで軸線の太い針が欲しいなぁと思ってね、いろいろ探していたんですけども、あ、そう。セオライズね、確かね、すごいね、去年お気に入りで使っていたなぁと思って、そこで、それのね、太いね、ヘビーっていうやつね。で、もっと小さいのが欲しかったんですけども、このね、ヘビーは1番からだよっていうことで、こんな感じ。まあ、小粒で、結構こう、見ての通り太軸かなっていうところなんで、何してもね、ここの距離がね、曲がったところから先端までのこのね、感じが短くて、それがね、ちょっとね、使いたい釣りにぴったりなんじゃないかなと思ってね、小さいんだけど力強く使いたいっていうことで、これ買ってみましたね。セオライズのワイドギャップヘビーの1番ね。はい。315円って書いてありますね。で、それとですね、これもね、バス用の針かな。デコイのマキサスブレードっていうことで、ブレードがついていて、あとちょっとした重りもついていて、で、針のサイズは2番だよっていうことで、1.8g あるものですね。なかなかね、ブレディってね、欲しいんだけど、ないときないからね、そんでそんなような感じのコンセプトのやつないかなと思ったら、マキサスブレード。ね。これ気になったので買ってみました、ね、結構ね細かい部品がいっぱいね使われていて面白い感じかな。あ、しっかりとついてるなこれな。はい、こんな感じの針なんですけども、このねくるくる回るスクリュー式のねやつでワームの先端を保持して、そんでもってこういう感じのブレードが専用のね、重りと一緒についていて、で、その先にはこの小型のウィローリーフのブレードがついてる。デコイってね、書いてありますけども、この感じ、ね、この感じの針を使いたくて、一つ買ってきてみました。これにつけるのはね、小型の2インチから3インチぐらいのワームをつけて、ただ巻きでね、ちょっと表層付近で誘いたいなと思ってね、一つ買ってみましたよ。これもね、ちょっとね、使ってみたくて、マキサスブレードの2番で 1.8g のものね。はい。こんな感じの針ですね。まあ、こういうのでね、あんまりまだ釣ったことないから、ちょっと愛字引き的な誘いなんだけど、アピールをね、プラスしたいなっていうことに、使おうと思って、ワームの食わせ力にブレードのアピール力を掛け算したっていうことで、まあ、ワームの持ちが極めて高くっていうことで、さっきのね、マキサスのね、このスクリューにつけるシステムがあるから、こう先にね、枝とか乗り越えるときにそこのワイヤーの部分がこうガードしてね、ワームがずれずに、特にこのスクリュー式っていうことで、なんだろうな、ワームがずれなそうっていうところが、ポイントで、ちょっと厳しめのねところにね岸際に投げ込んで、でもしね不意のバイトがあっても
この形状だから最後までワームがずれずに引っ張り切れるんじゃないかなと思って買ってみました。はい、こんな感じ。それとですね、これね、デプスのですねスリップヘッドジグっていうことで、まあ1個ね750円っていうことなんですけども、これはね8分の1オンスと16分の3オンスね、2つ買ってみましたね。ちょっと重めと軽めっていうことで、この他にもねいろいろサイズ展開があるんですけども、今回行く釣り場ではまあここら辺を使おうかなと思ってですね、まあ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 、こう後ろがですねオフセットフックがついているから、ちょっと面倒くさいところにも、こう万引き防止のやつがガッツリついてるな、投げやすいよっていうことになるんじゃないかなと思ってね、買ってみましたよ。これねまだね一回もね使ったことないんで、こんな感じで針もね最初からフッ素加工のこれいい針ついてますね。こんな感じで、でもねちょっとね今回ねターゲットがね小型なんで、で針をねもう少し小さいものにね変えようかなと思って、まあこの針はこの針でねもちろんそのまま使えるから、まあここのスプリットリングの具合とかね、ここでこうやって接続をね変えれば、自分のねお気に入りの違う針に交換できるよっていうところと、この小粒なヘッドと、まあちょっとこの針に合わせてねこのスカートは少し、長めですけども、それはねこのまま使うかどうしようかなってねちょっとね今考え中なんですけども、こんな感じのやつのサイズ違いを、2つ、まあ750円750円ってこと、この辺で結構ね、お金かかったのかなって感じですけども、まあこんな感じで、これをね針を小さくして何を投げようかなっていうところで、まあ例えばこれ買ってきてみたんですけども、バトルホッグの 2.6 インチっていうことでね850円で、カラーはねこの好きなね後ろがオレンジっぽくて裏がねこのグリーンのね濃い感じで、ちょっとこのね色違う形のやつだけどレイドジャパンのこの色ね結構ね釣れたりしてるんで好きで、でそれのねこれ買ったことなかったんですけども 2.6 インチっていうね非常に小型なもの、これをね一つ買ってみました。こんな感じね、結構ね張り持ちが良さそうだなと思ってね、ここのワームね結構張りのあるプリンとした素材なんで、なんだろうちょっと壊れづらいんじゃないかなと思って、でまあこれとさっきのですねジグですね、ここら辺をこう組み合わせてね、あのテンポよく岸際のなんかややこしいカバーとかに投げ込んでいこうかななんて思ってるんですけど、まあそこでこの針だとねちょっとでかいので、まあちょっと小さめの針ねいろいろ買ってみたんですけども、まあこれなんかも少し大きいかなって思うんで、さらにあの小さくてで細軸のものにね付け替えて、でこれをつけたり、例えばまあ似たような形ですけどね、あのエンジンのシェイクローね、ハブくんが作ったやつ、あそこら辺とこうね針を変えた、スリップヘッドジグとかを組み合わせてコンパクトシルエットでドゥルンってねゴミのね薄ゴミのカバーに入れてチュ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 ってね誘う、そんな釣りをやりたくて、まあワームはねちょっとこれ使ったことなかったんで、まあこれを新しく買ってみて、まあこれ以外にもこのコンセプトの釣りには、ゲイリーのワームとかですね、そうだな、まあシェイクローとかそういったのをつけてですね使おうかななんて思ってね買ってみましたよ。なかなかね去年フルスイングとかねレイドジャパンのワーム、すげえ張り持ちがいいんだなっていうのをね感じたんで、それとちょっと似たような感じのプリンとした素材感なのかなと思ってね一袋買ってみました。まあ、ここら辺はねバスっぽいやつなんですけど、そんでこっから
ね、こんな感じでね、バス釣りコーナーにはないんですよね。これ海のこうロックフィッシュとかそういったのを狙うコーナーね、回ってね、いろいろ探してきてみたんですけども、これとかもね、ビフ的に最適ってことで、これね、寝魚コーナーにね売ってたんですよね。そんでもって、ジャングルジムっていうのかな、ダンプロッカーリング、リング付きヘビオフセットフックっていうことで、結構ね寝魚コーナーとかを回ると、小さくてヘビーワイヤーでっていう針ね、そういうのを探してる時にね役に立つんですよね。寝魚ってね、こう小型のワームを使って、でも引きはね半端じゃないですから、同じブラックバスと同じ30センチぐらいでもカサゴなんかね、どうしちゃったのって引いたりするんで、そういう時用にですね、こういう、小型で、これ2番サイズですけども、ほんでもってこんな感じの比較的ね太軸の針、こういうのをね探してる時にね、海釣りコーナーねうろうろするとね、あーこれこれこんな感じっていうね針があったりするので、でこれはね、リングがついていて、まあビフ的に最適なんていう風に書いてありますけども、自分の使い方としてはこのリングがついてることによって、ここがね結構フレキシブルに稼働しやすくなるから、例えばトゥイッチングとかしてね、ワームを使うときに、ここがね、普段ね、こういうのがついてないときは、スナップをオフセットフックにつけて、ちょっとね、動きを良くして、小気味よくね、タタン、タタンタタン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 ってね、使ったりするんですけども、そんな感じでね、この溶接のリングが初めからついていて、で、小さくて、そんで、比較的、太軸のね、こういう針を探してたんで、海釣りでねこんな針見つけてきました。これはねビフ的に最適なんていう風に書いて、ビーンズシンカー使うよなんて書いてあるので、これもですねちょっと小さめのワームをストッパーとかにつけて、そのカバーの奥にね、冬場なんかもね体力のある個体はすごい浅いところのカバーにね、深場に落ちないで残っていたりするので、でそういうのをテンポよくね狙っていく、でも冬だから比較的コンパクトシルエットでバンってリアクション的に入ったら、あ食っちゃったみたいなね、そんなね釣りのね仕掛けを作りたくて、海釣りコーナーでこういうのを探してきました。それとですね、これもねちょっと海釣りコーナーっぽいですよね、こういうの、これもデコイですね、スライディングヘッドっていうことで、これにね重りで面白い形のワイヤーがついてるんですけども、これをオフセットフックとかと組み合わせると、さっきこしまっちゃったか、まあ例えばこのセオライズとかね、ここのこのこんな感じのワイヤーのところ、これにこうつけるわけですよ。はい、ついた、こうなるね、こうコンパクトシルエットでしょ。まあさっきはね、スリップヘッドジグで、例えばこうラバージグ的なものをそのカバーに、キュッと入れるっていうことで、買ってきましたけども、ラバーじゃなくてもっとさらにですねコンパクトというか、まあ毛のふさふさ感もなくしてトゥルリンって入れたい時に、この海釣りコーナーにあったですねスライディングヘッド、これいいんじゃないかなって。で例えばこれに、これ大きさ、針の大きさをかな、あ刺さるな、こうつけるわけですよ。もうちょっとね本番では細軸の針で、やろうかなって思ってるんですけど、こんな感じね、コンパクトでトゥルリンって入ってスナックレス性能も、出て、でこれいいなと思ったのは、ここが稼働するからね、
まあ、カバーに限らずそのちょっとフラットっぽいところをやるときも着底してから、まあ、後ろのワームにもよると思うんですけども、ふわーってこう折ったつんじゃないかなと思って、ここがね固定されていてもこうこの接続に自由度があるからふわーってね、でこれによって、底付近とかあとカバーに入れた時とかも結構自由度があって、まあリアクションでストンコンって食わせるんじゃなくて、入れたけどちょっとプラ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 してこの例えばヒゲとかねこういったところでじっくり寄せて寄せて寄せて、なんだなんだなんだ、うん、加えてみようかなハフっていうね、こういう展開に持っていけるんじゃないかなと思ってね、これねこれもね、根魚釣りのコーナーにあったんですけども、バス釣りコーナーにはちょっとまだこういうのないですよね。でもまあデコイだからっていう感じでね買ってみました。でこれはね、カバーの濃さによっていろいろ入れられるように 5g、3.5g、2.5g ってね、3袋買っちゃいました。270円ね1袋ということで、まあ使い方も見ての通りこう、まああといろんな針でね組み合わせてお好きにどうぞっていう感じで書いてありますけども、まあこのクリップアイがねちょっと細めなので、まあでもねまあこれをその適材適所でね、こんぐらいのサイズを狙っているっていう時とかはこれを使ってみようかな、もうちょっとあの大きな魚がこのパターンでよく反応するなっていう時はもうこうスプリットリングでがっつりついた、まあこういう方を使ってで針を自分の好きなサイズに変えてみたいな感じでね使い分けていこうかなと思ってね、これね3種類買ってみました。で最後ねこれなんだろう、エアフックっていうのかな、エクストラヘビーワイヤー採用で、ロッキンローってことで、これもねロックフィッシュを狙うための針なんですけども、ちょっとねよく見えないんだけどこのね形がね非常に魅力的だなと思ってね、これもね海釣りのコーナーにやったんですけど、これバスに使えないかなと思って、はい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 、この大好きなねスクリューで保持するシステムが採用されていて、でこのセクシーなね形ね、これあー今度はね、セオライズとは真逆でここの懐がねちょっと広めね長めっていうんですかね、ここの針先までの距離が長めなんですけども、で眠り針ちょっとこうね針が眠った形状なので、これもねちょっとまあ例えば線香であるとかそういった感じのねやつにつけて、まあ、アイジ引きで使ったり、あとはですねこうちょっと投げるのを躊躇しちゃうようなですね、立ち木の奥の奥に送り込んでチャッ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 ってね、ジャーキングトゥイッチングしながら使う時に、まあ小さくて比較的小さくて太軸で、スクリューキーパーがついていて、でちょっとねきついところに投げてもこう眠り針をしっかりとワームのボディに隠しておいて根がかり軽減みたいな感じで良さそうだなと思って450円なんですけども、まあ裏にもね、詳しい説明はそんなに書いてね、まあ危ないところで使わないでねって感じなんですけども、まあ、エクストラヘビーワイヤーが採用されているよっていうことと、まあ、眠り形状のフックポイントがベストポジションへフッキングっていうことで、ちょっとね探していた感じと、でサイズもね、1番っていうことで小型でエクストラヘビーワイヤーで、そんでもってワームずれづらくて、まあ、さっきもね話したんですけども、この手のやつ枝を乗り越えるときにワームの先端より先にですねここのワイヤーの肩の部分が当たるから、立ち木とかの奥に入れてもねまあよーくねずれずにね根がからずに帰ってくるね。だからその代わりまあ多少ね通常の針よりはフッキング性能は落ちるかもしれないんですけども、そもそも奥の奥に入れないと食わないね、
でも通常のやつだとなんかその枝とかがきつすぎてこうデュリンってねずれちゃうんじゃないかなとかね、そういったところで、まあとにかく輪もずらさないでテンポよく打っていきたいなんていう時にこういったね形状のね、パイルドライバーとかね、こういう針っていうのはね非常に大好きなので、それの小型でヘビーワイヤーのもの、でっかいのを食わせるぞっていう時にリグリ対応にですね、海釣りコーナーからこういった針をね、引っ張り出してきました。まあ、上州屋さんとかね、あのキャスティングさんとかだと海釣りコーナーがあって、でね、通常だとそのバス釣りコーナーを見て、で必要なものを買って、でレジに行ってっていう流れだと思うんですけども、そういうね海釣りコーナーも併設されたような、釣り具屋さんでね、ロックフィッシュのコーナーとかね、まあメバル釣りのやつは結構ね細軸のとかが多かったりするけど、でもすごいアイデア満載の、あこれ、ライトキャロとかスプリットショットリグの代わりに使ったら便利でじゃないのみたいなアイテムとかね、結構いろいろ見つけることができるんで、今回はねちょっと根掛かりしないでややこしいところに入れ込むときに便利そうなやつを、ちょっと知らなかったやつを見つけることができましたし、まあバス釣りコーナー行けばね、こう従来のバス釣りのね欲しかったものも揃うしっていうことで、まあこんな感じでね色々とね買ってきてみましたよ。で気がついたらレジでねお会計してみたらね、なんかもう5000円ぐらいになっちゃったんですけども、まあこれでねちょっとやりたい釣りのスタンバイは整ってきたかなっていうことで、カメラを回してみました。というわけで本日の釣り子 TV は、まあ、釣り具屋さんに行ってね、バス釣りね便利そうな小物をいろいろと5000円分買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。